心診療所チャンネル ASD セルフチェック、今回は大人の ASD の鑑別診断5つを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。近年は成人での発見や診断も増えている ASD 自閉症スペクトラム、一方で一見 ASD に見えても実は他の精神疾患だったということもあります。今回は大人の ASD の鑑別診断5つを見ていきます。まずは大人の ASD とその特徴を見ていきます。成人での発見が増えています。 ASD 自閉症スペクトラムを振り返ると、これは社会性の障害とこだわりが背景の生まれながらの発達障害になります。幼少期、子どもの頃からの発見が多いんですけれども、成人、大人で見つかることもあります。薬は基本的にないとされまして、日々のいわゆるスキルの獲得などで特定のカバーを図っていきます。大人の ASD を振り返りますと、これは成人が大人になってから不適応などから初めて診断された ASD になります。認知度の向上に伴いまして、この診断例、大人での ASD が増えています。特性自体は比較的軽めということは多いんですけれども、認知障害を合併していやすいというところが特徴になります。大人の ASD の主な症状を見ていきますと、まずは社会性の障害、これはいわゆる共感しないような社会性のない発言をしてしまったり、あとは独特な振る舞いなどをしたりして誤解されてしまうなどがあります。2つ目はこだわりです。他者へのいわゆるマイルールの押し付けをしてしまう場合があったりしますし、変化での混乱してしまう場合も出ることがあります。あとは二次障害、うつや対人不安、攻撃性など、いわゆるストレスなどからの二次的な精神不調が出ることがあります。大人の ASD が見つかる場面を見ていきますと、まずは不適応の反復、なぜかうまくいかないというか繰り返されて見つかる場合があります。2つ目がいわゆる加害性を指摘されて、いわゆる配偶者の方がカサンドラ症候群になったなどで何か指摘されて受診をして診断される場合があります。もう一つが慢性的な生きづらさ、子どもの頃からなぜか人と関わりにくいなどがあって、こういう情報を見て気づいたという場合があります。大人の ASD の特徴を見ていきますと、子どもで発見される例との違いですが、まずは特性自体に関しては比較的軽めなことが多い、軽い場合もありますし、まあ軽くはないけどいろいろカバーできているという場合もあります。一方で二次障害、うつや対人不安などの合併が多いというところがあります。そして大人になりますといろいろな経験があって症状が典型的になくなりますので、時に他の病気と見分けにくいということが出ることがあります。一方で大人の ASD 発達障害の特徴というところを見ていきますと、まずは幼少期、子どもの頃から続くというところ、これは他の精神疾患と見分けられる場合があります。あとは脳のレベルの特性というところです。ストレス反応だけでは説明しにくいところがあります。そして影響の幅広さというところ、どうしてもその対人関係とは元のところの障害ですので幅広いというところが特徴になります。一方で実は違う原因のこともあるというところです。他の精神疾患でもこの ASD と似た症状が出ることがあります。そして症状があっても他の病気の可能性もないかというのは、まあ検討しながら診断を考えていきます。そして病歴や症状の種類、あとは心理検査などから総合して見分けていくということをしていきます。続いて大人の ASD の鑑別疾患5つです。似ている場合と違う部分があります。まずは社会不安障害です。人を避ける点に共通点があります。社会不安障害を見ていくと、これは人前や対人場面で強く不安が出る精神疾患になります。幼少期からある場合と何か出来事などから発症したという場合もあります。 ASD とはちょっと似る部分がありまして、そして合併する、認知障害的にこれを合併する場合もあります。ASD との共通点を見ていきますと、まずは人を避けて関わらず目が合わないという特徴があります。そして緊張した時に対人疎通、関わりのコミュニケーションが困難になる場合があります。そして ASD の二次障害で合併することもあるので見分けにくいことがあります。 ASD との逆に違いを見ていきますと、典型的には10代以降で発症しまして目立つことが多い、幼少期からある ASD との違いになります。あとは SSRI の抗うつ薬などで改善するというところ、脳の物質の障害という部分があるので、それで改善する場合は違いとしてあります。そして症状の幅が狭いというところ、確かに対人疎通では共通しているんだけども、こだわりであったり他の不配慮な発言であったり、そういったところの幅広さが ASD の場合はあります。続いてが ADHD です。似た部分もあり合併もあり得るというところです。 ADHD は不注意、多動、衝動性が目立つ生まれながらの発達障害です。幼少期に見つかりやすいんですけども、成人後に見つかることもあります。
主な症状は違うんですけども、似た症状もあったり、合併することもあります。ASD との共通点を見ていきますと、まずは幼少期、子どもの頃から続く発達障害というところは共通しています。そして、感覚過敏であったり、集中してくる過集中であったりなど、一部の症状が共通するところはあります。そして、合併する例も少なくないというところはあります。典型的な ASD との違いというところを見ていきますと、まずは対人的な関わり、ADHD 単独ですと対人交流は案外やりやすかったりすることがあります。そしてどんなストレスで強く感情が動くかというところ、 ASD だとこだわりに反した時とかそういった状況は限定されますけど、 ADHD だとそういうことに関わるストレス時にまんべんなく感情が動くことがあります。そしてミスなど似た症状が指摘されること両方あるんですけれども、原因が違うところがあります。ASD だとマルチタスクとは条件があってミスが増えますけれども、 ADHD だとより根本的な不注意からミスが増えます。続いては統合失調症、混乱したときは見分けにくいこともあります。統合失調症を振り返ると、これは悪化したときに幻聴や妄想などが目立つ脳の不調になります。脳のドーパミンというものの作用の過剰が背景とされます。 ASD のストレス時の混乱と案外似たところがあって見分けにくいことがあります。ASD との共通点を見ていきますと、この ASD の中でストレスがかかった時の強い混乱というのが統合失調症の急性期と少し似たところがあります。そして妄想、統合失調症の妄想と ASD の強いこだわりというのが類似したところ、似たところがあります。そして対人的な疎通性の困難というとか、特に急性期的な混乱があった時には似たところがあります。一方で典型的な ASD との違いですけれども、まずはある時期から発症する。 ASD だと基本的には幼少期からいろいろ特性が強いんだけども、統合失調症だとある時期から変化して強く目立ってくるというところがあります。そして抗精神病薬で改善するというところ、 ASD でも一部改善するところはありえますけれども、ただ統合失調症が改善するようにはいかないというところがあります。もう一つが混乱を抜けた後の状態の違い。統合失調症ですと治療をして混乱を抜けると陰性症状は目立つけれども、いわゆる ASD 的な特徴は目立たなくて、 ASD だと混乱を抜けても特性自体は強く目立つというところがあります。続いてが愛着障害、対人面の困難が似るところがあります。愛着障害を見ていくと、これは幼少時の保護者などとの関係を背景としたいわゆる障害になってきます。対人面で人を避ける場合と逆に人と距離が近くなりすぎる場合の両方があり得ます。対人面の違和感に関して、これ ASD と似たところが出ることがあります。 ASD との共通点を見ていきますと、感情などとやり取りの困難ということは結果として目立つことが多いです。そして感情のコントロール、感情調節の困難というところが目立つことがあります。そして人によっては症状の乏しさなど表出的な外から見える面が非常に似ることがあります。一方 ASD との違いですけれども、まずはこの病歴とその影響というところ、そういういろいろうまくいかなかったことがあったか、そしてその影響はどうかというところで見分ける場合があります。そして落ち着いた環境での変化、発達障害と ASD だと落ち着いた環境でもあまり変わらないですけれども、愛着障害と環境の変化でだいぶ変化が出ることがあります。そして対策や関わり方の方向というところも違いが出てきます。続いてが強迫性障害、強迫症状と共通点が多いところがあります。強迫性障害を振り返ると、これはいわゆる強迫観念、出てきて逃れられない強迫観念と確認行為、手洗いなどを繰り返してしまうというところなどが特徴の精神疾患になります。巻き込みというのは目立つと影響が強く、治療が難聴しやすい傾向があります。この脅迫行動、脅迫観念や確認行為と ASD のこだわりが似た部分が多いというところは言われます。 ASD との共通点ですけれども、このこだわりと脅迫症状というのは非常に一見非常に類似に似たところがあります。そして他の人を巻き込むことがある、そしてその影響の強さというところも共通したところがあります。そして一つのことに固執こだわってしまって変化への対応が困難というところは非常に類似したところがあります。一方で ASD の違いですけれども、まずは典型的な発症時期、もし強迫性障害だと10代などある時期から強く目立つという変化で ASD の違いがあります。あとは強迫観念とこだわりの発生の仕方というところ、強迫観念といわゆる侵入思考といってある時に急に割り込んでくる形で出てきますけど、こだわりだと割り込むということはもうずっとあるというところで違いが目立つことがあります。そして普段の対人面の様子というところ、強迫
性障害と強迫観念があまり目立たない時だと普通に疎通しやすい一方で、 ASD だと幅広い障害がありますので、こだわりがあまりないところでも対人的なやりづらさが目立つということはあります。今回は ASD セルフチェック、大人の ASD の鑑別疾患5つを見てきました。大人の ASD では近年増えているところがありますけれども、実は他の病気のことがあります。その主な例は次の5つになります。まずは社会不安障害、2つ目は ADHD、 3つ目は統合失調症、4つ目は愛着障害、5つ目は強迫性障害になります。病歴や症状の種類、あとは検査などから総合的にこの見分けをしていきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。